ふるー、メイドさんは一体どこにいるんだ。ユーデープラスに行こう。なんか踊ってる。ファイバーマスター来たか。逃げずに来たようだな。後ろに警察がいるのでちょっと待ってね。さあいいよ。まあね、覚悟だと。無限の闇に落ちて眠れ。非常にそうぐって分かってるの。後ろに警察通りよ。痛い。何その強い、めっちゃ強いよ。ちょっと危ない。破れた、もったいない。さっさと終わらそう。ソバット欲しいな。ソバットかっこいい。やめなさい。来た。終わった。ふぅ、逃げるよ。危なかった。しずく捕まってないよな。大丈夫かな。しずくもちゃんと逃げたか。あとは適当に裏通りをブラブラしてメイドさんを探そう。メイドさんを探すっていうのはなんてめんどくさい。店長がいた。さっきメイドさんおったからな。よし、え、やった。メイドさんどこだ。メイドさんいないぞ。メイドさんを探す旅が。メイド喫茶ないな。ジャンク通りかな。ちょっとジャンク通り行ってみるか。ジャンク通り。通りのメイドさん。そう。オタク女子。メイドさんどこだ。メイドさんを探せ。ただ歩いてるだけでオタク扱いされるなんて。やった。やっぱりメイドさんじゃなかった。
もう嫌だ、疲れてきた。もうメイドさん探しはやめようよ。そう、見よった。メイドカフェです。メイド喫茶です。出たな、出たな、水色。パシャ。こいつは両方。もしもし、何か用？貴様の服を無駄をか。いるぜ、おらおらおら。痛い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 。まだだった。あかん。次。あっした。破れる前にちゃんと取らんのか。ここだ。頭だ。はい、ありがとう。ごちそうさまでした。何もなかったことにして戻ろう。こんなところに追いはぎがいた。どこだ、ここだ。ほらほら、早く出てこいや。丸ボタン連打、丸ボタン連打。やること忘れたんじゃなくて現れないんだよ。本当にどこだ。出てきた。やった。やった。あれ、この人だったか。ありがとう。5万円ぐらい食えるだろう。1万円でメイド服なんか買えないぞ。ふざけるなよ。ありがとう。なんてやつだ。モグラに戻ります。モグラ、モグラ、スタドン、スタドンか。スタミナがつくかどうかは分からないけど、確実に太るだろうな、食べたら。さんか、夫婦言いながら銀ちゃんはピコピコしてる。急に呼び出してすまないね。でも早く知らせた方がいいと思って。この地図を見てほしいんだ。こんな地図どっから持ってきた。秋葉マップですね。マップの上の点は何です？その点はまがいもの事件が起こった場所だよ。起こった場所。おお、よく作ったな。さすがユートだな。こういう気の利いたもんはカイトじゃ無理だからな。うーん、俺だって本気を出せばそれぐらい。明日から本気出すんだろ、分かってるよ。で、それがどうしたの？秋葉原駅を中心として衝動円形半径400メートルの範囲内に全ての事件が収まっているんだ。分かった。つまりどういうことだ？どういうことだってばよ。何がどうってことは言えないけど、やっぱり秋葉である理由があるんだと思う。それだけで呼び出したのかこの野郎。もうちょっとなんか会ってから呼び出せよ。ただ人が多い場所を選ぶなら新宿や池袋、なんだったらお隣の東京でもいいはずだからな。だからその理由が分かれば事件解決にもつながると思うんだ。だろうね、秋葉にしかないもの。メイドとか同人誌とか。そんなのどこでもあるじゃないか。そういった意味では特殊すぎる街ですから。
特定は容易じゃないと思いますわ。あれ、カスガイさんからメールですね。 BBA か。え、何の用だろう。助けて、中央通りのスーツ専門店近くの路地って書いてありますね。中央通りに行くぜ。なんだって。なんだって。話は聞かせてもらった。カスガイさんに何かあったんじゃ。助けに行かないと。ちょっと待ちなさい。私たちをおびき寄せる罠かもしれませんわ。見なかったことにしよう。超法規的措置。バトルプログラマー知らせの2期はまだかな。罠としても行きましょう。私は反対ですわ。反対ですわ。長いものに襲われてるのかも。急いで行きましょう。ちょっとお姉様、中央通り行くよ、しずく。あのメールが来た。サブミッションがまた点滅してるぞ。助けて。こんな時に。もしかしてまた48人と戦うあれですか。また48人と戦えというやつですか。何話の逆襲や。確かこの辺じゃなかったかな。この辺にいた気がするぞ。こいつか。来てくれてありがとう。やっぱり48人倒すやつや。30分間戦うのか。まだでも今回はアモーちゃんからパクったすんごい武器があるからね。頑張れよ、頑張れよ、頑張れよ。そうやそうや、怒りますよ。とにかく神よこすや。そうやそうや、そうやそうや、うちらで握手してんのはうちらやで。そんなことよりソニコ見ようぜ。ソニコさん、ソニコさん。ドアが閉まります、ご注意ください。もういいかな。そうやそうや、なんやあんた、うちらに文句でもあるんか。文句ないっすわ。ふん、口ほどにもないよ。なんやあんた、やめさせる。ほんまに48人やで。ほんまに戦うんか。さっさと始めようぜ。かかってこいや。ほらほら、避けた避けた、必殺技を避けたのと。痛い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 。今だ。まず一人目。頼むぞ。続く。続く。ゴー。こうなってる間にボコボコや。ペコペコ。痛い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 。脱がされた、もう脱がされた。あかん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 、くそ。いいけど、はい、ありがとう。待っててくれたんだね。
ちょ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 、くる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 、しずくさん、しずくさんもう終わりですか。間違えた。さあこいつ頭回るんか。あと46人、あと46人を1人で、やったやった、ちょ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 、あぶねえ、君はもういいよ、いい頭、つかみにいけないよ、つかみにいけないよ、抜いてしまった、もったいねえ、ちゃんと繋がった。おお、もうすぐか。これはしんどいな。そもそも髪飾りはいらないだろうって。あ、人数が多すぎて。壊してしまいそうです。他のやつ、他のやつ一気に伸ばしたいじゃん。やばい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 、逃げろ逃げろ、痛い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 、やめてやめて、助けて、俺が悪かったよ、嘘っぴょん、ロックオン、あとはこいつぐらいか、いたいたいた、いくそう、あれ、せっかく復活してたのか、伸ばしたやつを、なんで急に恥ずかしがりだした、はい、復活、さあ伸ばしていこう、マジでまだあと4分にふざけるなよ、お、なんか上着も復活した、逃がしたやつを倒したらちょっと復活したから、ちょちょちょ、逃げたはずの後ろから湧いて出たし、もう全部逃がすのはいいや、とりあえずボコってひたすら一人ずつ倒していこう、これしか勝てる道はない、
オタクが走ってる。ロックオン。後ろから湧いた。そうか。これで逃げるしかない。逃がしに行けない。もう大丈夫かな。ぐるぐる攻撃でいろんなやつをダメージ与えたいところ。そろそろ逃げて回復した方がいい気がする。やっぱりやばい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 、やめてやめてくれ。痛い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 、破られる。ビリうわーみたいになる。来ないで来ないで来ないで、俺が悪かったよ。さあ反撃だ。ぐる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 。すごい顔がアップになった。頭かぶしてしまった。お、来た来た。脱がし脱がし。アイドルを真っ裸に。二人だけで。来た来た来た。さあファンのみんな、今のうちに写真撮るんだ。写真撮るんだ。光ってる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 。写真だ写真を撮るんだ写真を撮るんだ。ダメだ、写真ボタンがない。さっき逃がせ、さっき逃がして。カバーがゲン出したらいけるんじゃないか。あかん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 あかん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 、やめて。うわー、そんなアイドルさんにボコられてしまいました。